どうも、こんにちは、K です。今日、サブチャンネル一発目のテーマは、ラグジュアリーのベルト、シューズ、バッグの10から40万は迷わず買えるのに、プレタはすごく悩む。また、結果買わない。プレタも迷わず買いたい。あー、なるほど。買いたいけど、本当に必要かどうかとかいろいろ考えると、ラグジュアリーブランドで服買わなくていいやっていう結論に至るっていうことだよね。まあ、でもね、こういう人って結構いるんだよね。僕が販売員で働いてた時とかも、 まあやっぱお客さんで、とにかく、まあ、わかりやすいもの。例えばベルトだとロゴがドンってあったりするし、まあシューズ買う人って結構ファッションカー高い人多いんだけど、例えばバッグとかって周りから見てロゴだったりとか、あ、あのモデルってビトンのだ、じゃあエルメスのだとか、ディオールのだとかでもわかりやすいから、そういうところだけはちゃんとハイブランドで、こうラグジュアリーで抑えたいと。まあでも、じゃあ例えば、スーツ、白シャツとか、 じゃあ T シャツとか、あとデニムとかさ、そういったアイテムって、ラグジュアリーブランドで買っても、まあもちろん自己満足だから買うのは全然いいんだけど、まあ周りにあんまり伝わらないじゃないですか。だからそういうことをこう、なんとなく自分だから判断して、いや、これ系のは別に、あの、そんなにいいもの買わなくていいっていう人結構本当富裕層のお客さんとかでも、いや、俺別にね T シャツとかユニクロでいいから、とにかくバッグと、そういうのだけ欲しい、財布欲しいみたいな。 そういう時やっぱいたから、まあなんか僕からすると、あの、この意見は別に不自然ではない。まああとは、まあ、シューズとベルトにお金をかけてる。まあバックはちょっと別かもしれないけど、下半身にね、あのお金かけてるっていうことは、ちょうど間に挟むパンツってどうすんの問題は出てくると思う。ですよ、やっぱりね。だからそういう意味を込めても、まあそのシューズに見合う。それクラスのシューズに見合う。それクラスのベルトに見合うものっていうのを、 やっぱちょっとパンツで探してみたりとかすると、まあ買うきっかけにはなるんかなっていうのは、まあ思ったね。まあ一番はそういうのを悩まずにも、これはちょっと俺買ってみたいかもって思う服と出会うことが一番だと思うんだけど、まあなんかお金のかけ方を見てると、割とこう下半身に重きを置いてる感じがするので、まあそういったところで、うん、パンツいいのちょっと買ってみる。うん、履き心地良くて、まあある程度ルーズに使えてとか、まあどういうスタイル好きかはわからないけど、 やってみるのは一ついいのかもな、っていうのはまあ、思いました。ただあの、おかしいことじゃないというか、あの、世の中にこういう方たくさんいるので、僕からすると気持ちはわかるな、っていうところですね。はい。次が、服が好きと言ってる人の俺っておしゃれで服詳しい感がどうしても好きになれないのは、やはり自分の器がまだまだ小さいからでしょうか。自分がそう思われたいわけではないです。俺っておしゃれで服詳しい感がどうしても好きになれない。 まあでも僕の動画見てんだよね。まあ僕は自分で別にオシャレとかって言ってる感じはしないけど自分ではね。まあ多分服詳しい感は出ちゃってると思うのね。まあそういうのをコンテンツにしてるというかさ。まあそのブランドの背景、コレクションの背景とか、まあスナップ見てもなんかこううざったく語るじゃん。えー、これかっこいいなとか。 ああ、かっけえ、みたいなじゃなくて、これ、ここで、こうで、こうで、こうで、みたいな語るからさ、その僕をもし普通にこのサブで質問してくださるぐらい見てくれてるんだったら、うん、大丈夫だよ。って思うけどね。多分僕ぐらいこんな表でなんかそういうの出てる人ってあんまりいなくないまあ、ツイッターとかで多分いたりするのとか、周りにもしかしたらそういうね、こう、お礼服詳しい図感ある人がいるのかもしれないけど、 まあ僕の動画なんか問題なく見れてるんだったら、まあ、うん、どうしても好きになれない人はもうしょうがないんじゃないうん、もうそれはそれで、うん。自分の器が小さいとかじゃなくて、まあ単純な好き嫌いじゃないのっては思いますけど僕の動画を見れてるだけで器はでかいと思いますね。はい。次。えー、ブルゾンの形が一番綺麗だと思うラグジュアリーブランドは何ですか自分はジルサンダーかなと。 ほう、これはどのブルゾン、ブルゾンって言ってもね、めちゃくちゃあるから、どれを指すかにもよるけど、まあ別にジルサンダーも間違いではないかなと。まあ確かに思う。洗練されてるし、まあ、形で、だから今のマチューのボッテガとか、まあジルサンダーっていうのが、まあトップクラスですね。まあ好き嫌いはあると思いますけど、うん、まあトップクラス。ただ、とはいえ、ディオールのブルゾンとかって、ジップアップのやつとか、まあたまに出るんだけど、まあ形は綺麗ですよ。素材もね、袖通すとほんとしなやかだし、 僕はディオールの、まあ、スラックスとかで使われる。あれ、ちょっとこう、ツヤっぽいウールの感じってすごい好きなんだけど、まあ気持ちいいので、いや、いいなと思うので、やっぱ着るとね、まあ、ディオールもいいし、サンローランとかね、まあ、ブルゾン、まあ、最近ちょっと少なくはなってるけど、 まあ、かっこいいし。まあ、なんだろうね。難しいところだね。どれを取るかっていう、なんかその、本当に、いわゆる服作りみたいなところにフォーカスしてるってなると、やっぱ、ジルサンダーとか、まあ、ボッテガとかっていうのは、わかりやすいと思うけど、でもじゃあ、例えば、造形美的なところで言うと、マックインはすごく綺麗だし、ディオールの素材も素晴らしいし、みたいに。やっぱ、本当といろいろあるから、プラダはね、形が綺麗というか、僕が好きなだけだと思うんだけど、 うん。まあ、どこを取るか。あと、どういうものを想像してるかで、これ答えはいろいろ変わってきそうかなと思いますね。はい。次。えーっと、彼女にオシャレすぎて隣を歩けないと言われる件。あー、なるほどね。あ、どうすればいいでしょうかっていうのもついでに来てるか。どうすればいいうーん。 どういうスタイルなのかを知らないと何とも言えないよね、これね。例えば本当に、まあそのぶっ飛んでるような前衛的な格好をしてて、彼女がオブラートに包んで、おしゃれすぎて歩けないよって言ってるのか、彼女の優しさでね、本当はそんな派手な格好をやめてっていう意味で言ってるのか、それとも本当になんかもうものすごくいいものばっかり着てて、彼女はそんなに服装、まあ好きだけど、あの、そこまでじゃないから、なんかその明らかな差が出ちゃったりするのが、 ちょっと嫌っていう意見なのかとか、どの種類かによって、まあ変わってくるけど、まあ、あの、もちろんね、バチバチで歩きたいとか、うん、気持ちはわかるのね。僕も学生時代とかそんな感じだったから、わかるんだけど、まあでも彼女のために、まあ例えばその行く用事のある場所によってさ、例えばわかんない。ちょっと東京かどうかわかんないけど、まあ例えばじゃあ東京でも、まあ渋谷とか、 まあ、青山、表参道、銀座とかさ、まあ、六本木とか、ああいうとこ行くんだったらある程度いいの着ていくっていうのがいいと思うよね。まあ、彼女も多分ある程度気合い入れると思うから。でも、じゃあ、例えば、まあ、この前もちょこちょこね、出したけど、なんか下町で浅草とか、うん、なんかじゃあサブカルで中野とか、なんかそういうところ行くのにさ、わざわざ全力で行く必要ってそんなないじゃん。だからちょっとまあ、 今日何着てくのとか、どんな服裕なのみたいなの聞いてこんな感じだったら、まあ、俺も少し、まあまあ、まあちょっと落とすって言い方したら、若干失礼かもしんないけど、まあその、彼女のね、せっかく一緒に歩く、まあ相手のことちょっと考えようかな、みたいな、そういうのは気持ち大人かもね。うん、それも、 あの、広い意味で言うと、TPO に当てはまらなくもないというか、うん、なので、まあ、もちろんどんなスタイルをしても言われちゃうんだったら、まあ、ちょっとその彼女の感性というかね、そこをちょっと強制してあげるしかないと思うんだけど、いや、もう今俺十分そんなことないと思うんだけど、ってこうなんかうまいことやるしかないと思うけど、まあ、そのバチバチしてて言われるんであれば、もしかしたら、ちょっとそういう格好がやめてほしいみたいなニュアンスで含んでる可能性もあるけど、 まあ本当に派手でいいもの着すぎちゃうと私がみたいになっちゃうんだったらまあ女性を立てるっていう意味を込めてもまあちょっとたまに抑えめなスタイルをしてあげるとかでもいいんじゃないうんそれもちょっと大人かもなっていうのは思う。はい、次。えー、多分これからも私はショーツを履かないと思うんですが、ショーツの魅力などありますかおー、ショーツの魅力などうん、魅力か。 なんだろうな。まあ一番一つ言えるのは、もちろん好き嫌いはいろいろあると思うけど、スタイリングの幅は広がる。うん、それはやっぱフルレングスのパンツを合わせるのか、ショーツかってなってくると全然違くって、で、ショーツって結構何でもいけるのね。ブルゾンいける、T シャツいける、テイラードいける、フーディーいける、ロンティーいける。別にまあ、例えばちょっとタイトなポロとかでもいける、ニットもいける。そ例えばニットもさ、まあカーディガンでもクルーネックでもタートルでも、何でもいけるんですよ。そう。で、 まあ、フルリングスだと、まあ、ある程度やっぱ決まったバランスになるけど、ショーツってやっぱ、そこでちょっとこう肌を見せたりして、シューズでも遊べるし、まあ、ある程度やっぱ長いパンツってなると、シューズとの相性を考えるのが、まあ、結構難しいじゃん。ショーツってね、結構何でもいける。別に、例えば、本当にローで、バンズとかでもいいし、うん、例えばじゃあ、ナイキのスニーカーとかアディダスでもいいし、じゃあ僕みたいにちょっと、気持ちボリュームあるレザーシューズ持ってきてもいいし、ブーツでもいいしっていう、 選択肢がね、めちゃくちゃ増えるから、扱えると幅が広がるっていうのは一つ大きいかもね。まあ、あとはまあ、もう好みだと思うんだけど。うん。まあ、そんな感じかな。はい。次。次が、せっかく高い服を買っているのなら、表層的なオシャレだけではなく、内面的な意味までオシャレしたい。いいね。いい志だね。うん。これは多分おそらく若い方だとは思いますが。うん。僕ね、ほんとそれ気づいたのって、 どれぐらいかな大学だから三4年とかかなうんぐらい。本当に学生生活も終わるよぐらいの時に、東京に頻繁に来てて、東京に来てる人たちとかが、なんかラフにこうファッション楽しんでたりとか、なんかそういうのがこうかっこいいなと思ったところからちょっと気づき始めた。なんか今まで本当に表面的なところだけにこだわってた。綺麗に見えたいとかさ、その服のシワも嫌で綺麗が良くてとか、なんかすげえこだわってたなっていうのをきっかけがあったんだけど、 まあ、あのー、これはね、やっぱ重要だと思いますね。うん。なんか、表面的に、あのー、おしゃれをするってことも、もちろん重要なのよ。逆に、そこ通らないと、急に内面的に行くってことはなかなかないというか、やっぱある程度表面的にもこだわってった結果だとは思うので、うん。ある程度そこを突き詰めていって、まあ、ストレス感じるぐらいまでなんか、なんかちょっと違う、なんか違うとかいろいろやりながら、でもそれがなんかのきっかけで、 ちょっと変わって気持ち、精神的に余裕ができたりとかして変わっていくと思うんで、まあそういうきっかけが、まあ若い方は今後どっかで来るんじゃないかなっていうのは思いますね。はい。次。えー、K さんはコートはダブル派とおっしゃってましたが、ジャケットもダブル派ですかシングル派ですかあー、いや、これマジでどっちもどっちだなうーん、どうだろう。まあでも、 うーん、スタイリングにもよるけど、今シングルの方が強いかもな。うーん、なんかあの、全体のバランスを考えた時にダブルだと、悪くはないんだけど、例えばショーツとかと合わせる、さっきも出たけど、ショーツとかと合わせるときだと、むしろダブルぐらい。まあダブルってやっちょっとボリュームがあるじゃん、開く分。 そう。それぐらいの感じの方が逆に、ちょっとボリューム、テーラーがあって、ショーツで絞って足でみたいな方がバランスいいんだけど、まあ長いね、くぶたけのパンツとかと合わせたときは、まあダブルよりかはシングルでストンと落とした方が綺麗かなとか思ったりするので、まあややシングルによってるかも。まあでも物によるというか、まあそのボックスシルエットなのかとか、まあそういうのにもよってくるんだけど、まあややシングルかな。派で言うとね、6、4ぐらいでシングルかな。はい。次。 次、すでに社会人生活が辛い23卒のドブちゃんです。ケイさんがそんなに毎日頑張れる理由は何毎日やることで、それを日常にしてるっていうのが僕は一番あるかも。これ社会人は難しいと思うのよ。休みがやってくるし、人と仕事をしなきゃいけなくなるから、その自分のリズムでやれないから、これちょっとあんまりいいアドバイスとかにはならないかもしれないけど、僕はとにかくどんなに忙しくても、あ、今日マジで30分しか、 あ、なんか余裕ねえな、みたいな日でも、無理やり20分ぐらいのサブ撮ったりとかするぐらい、毎日動画撮るのね。もちろん編集とかできない日もあったりするし、あのー、まあ、そういういろんなタイミングもあるけど、撮影だけは、絶対にやろうっていうのをほとんど決めてて、 なんか誰かと例えば夜遊びに行くんだったらもちろん昼やってから行くし、みたいな、そういう感じにしてて、それを本当に日常にしてんだよね。だから、もう何時に起きて、この時間ぐらいに動画準備して、撮って、飯食って、動画じゃあ編集したり、次の準備して、ご飯食べて、じゃあ今度は次の別なやつ、いろいろ準備したり、作業して、朝迎えてっていうのを、ただ淡々と繰り返してるだけなので、なんか自分であんまり頑張ってるとか、努力してるとかっていうには、そんなに思ってない。 ので、まあ、それなのかな。で、一個ね、あの、いいアドバイスというか、あの、僕できるやつあって、僕も社会人生活って辛いというか、クソつまんないなと思ってたのね、ずっとね。それでもまあね、なんとか数年ぐらい働いたんだけど、それできるのは、 自分のなんか本当にマジでやりたいこととか、例えば将来こういうのやりたいから今スキルこういうの必要だなみたいなの見つけて、そっちに注力すると、いわゆる副業っていうかその稼ぐ目的じゃなくて、まあ稼ぐ目的でもいいんだけど、なんかスキルつけたい。あの、じゃあ副業でこれぐらいやりたい。例えば投資、株、仮想通貨勉強したいとかでもいいし、不動産とかでもいいし、まああとなんだろうな、あの、英語勉強したいとかそういうのでいいんだけど、仕事以外の自分がこうタスクとしてやることを作ると、そっちに結構、 脳みそが動くから、仕事がね、なんか、苦は苦だよ。もちろん嫌っていう気持ちはあるのかもしんないけど、自分にはそっちがあるっていう、なんか自分の中でね、クッションみたいなのを作れるんだよね。頼れるポイントというか。まあ俺この会社のやつら嫌いで、マジクソだけどこいつら。全然仕事なんかつまんねえ。やめ、でもまあ、なかなかやめれねえよな。いやでも俺は今英語すげえ頑張ってるから、 あのー、まあ、あと2、3年後ぐらいね、絶対ここやめて英語で、じゃあ例えばアメリカで仕事したいんだ、俺は、とか、そういうのを持ってると、それだけでもね、ちょっとメンタルコントロール効くんですよ。そう。なので、仕事一本で、その他趣味だけじゃなくて、まあ趣味の延長線上でもいいけど、なんか、自分が新しい能力を身につけたりとか、まあそういうのやるといいかも。僕はそれが動画編集とか動画だったのね。会社員やりながら、昼ご飯とかも食べずに編集して、夜帰っても、会社の飲み会とかも行かずに、動画のこと勉強したりとか、 あの、そういうことやってたので。ま、やっぱ、そういうのやってると、会社クソだな。まあ、でも、あの、俺動画やってるし、あの、そっちでいつか、とかって思うから、それはね、一個いいかもな、っていうのは思う。そうすると自然に、会社の方でも、なんていうかな、うん、まあ、なんか淡々とこなせるようになってって、いつの間にか能力とかついてるんだよね。で、 新卒の場合って最初絶対きついから、それって全員きついからしょうがないんだけど、それ乗り越えると、なんかある程度会社もそれなりにやれるようになってきた。で、その新しくやってることも、なんかそれなりに最近やれるようになってきた。って言ってこう、いい状態が続く時があるから、まあ、何かこう別なこと、新しいことを、まあ裏で始めてみるっていうのは大変かもしれないけど、いいかもしれない。うん。なんかそんな感じかな。はい。じゃあそんなことで以上にします。はい。バイバイ。